皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日は11月の8日なんですけれども、今日の お昼ちょっと前に JAXA 宇宙航空研究開発機構が記者会見しまして、現在の小惑星探査機はやぶさ2の運用状況とかの発表を行ったんですけれども、以前出したはやぶさの動画から1ヶ月以上経ってるわけなんですけれども、その間に着陸機であるマスコット、こちらの運用を成功させて、10月の下旬には1回目の小惑星のタッチダウンが予定されていたんですけれども、想像以上に小惑星の表面がちょっとゴツゴツとした、まあ、こう岩に覆われているということで、着陸する場所とかをこう慎重に選ぶ必要があるということで、1回目のタッチダウンは来年の1月の下旬に延期になりました。で、11月の下旬から12月末までは小惑星が太陽の向こう側に行ってしまうので、通信がこう難しい状況になってしまうので、その間はこう重要な運用とかは行わないということで、その太陽の向こう側から再びこう出てきた時に1回目のタッチダウンを行って、まだ時期はちょっと未定なんですけれども、いよいよ小惑星にこう衝突帯を落として、人工のクレーターを作って、その中からサンプルを採取するという、あと、まあ、この探査機のメインのミッションが待ち構えているわけですけれども、まあ、今日の会見ではですね、そのマスコットの運用が終わってからの10月中に行われた運用ですとか、まあ、今後の予定であるとか、そういったものが発表されました。まあ、詳しいことはですね、下に動画の概要欄貼っておきますので、まあ、その記者会見の模様とか興味ある方は見てみてください。で、今回の会見で、自分がちょっと注目したのはこちらなんですけれども、小惑星、リュウグウのですね 3D のデータが公開されました。で、ただですね、こちらの 3D のデータなんですけれども、まあこう小惑星リュウグウの表面をこう精密に観測して、作られた 3D データではなくて、小惑星から40キロ離れたところからこうカメラで撮影した、写真をこう元に作った 3D データだということで、まだこう表面の詳細な形はなくて、まあ、おおよその小惑星のこう形をこう見ることができるっていうものなんですね。3D データですので、まあ、当然まあ 3D の閲覧ソフトなんかで見たり、3D プリンターでプリントすればその形状をこう手に取って見ることができるということなんで、早速データをダウンロードして、プリントしてみました。でですね、出力に使う 3D プリンターがこちらなんですけれども、デアゴスティーニの週刊マイ 3D プリンターというマガジンがあったんですけれども、それで1年余りかけて自分で組み立てた 3D プリンターなんですけど、ちょっと最近使ってなかったんでちょっと埃かぶってたんですけど、まあせっかくなんでちょっと引っ張り出してきまして、 3D プリンター小惑星リュウグウのモデルをこれでプリントしてみたいと思います。
というわけで、出力した結果がこちらです。まあ、なんだちっちゃいじゃないかっていう感じはするかと思いますけれども、まあこの、大体これで、直径5センチくらいの大きさなんですけれども、まあ、これで、うちの 3D プリンターだと2時間くらい出力にかかります。まあ、こんな大きさですけれども、まあゴツゴツした表面とかですね、まあ特徴的なこちらの大きなクレーターの感じもちゃんと出てますんで、まあ形をなんとなく理解するには十分かなと思います。でまあこの形ですけどもね、やっぱり自分にはこのソロ版の玉にしか見えないんですけれども、まあ若い人ちょっとソロ版って、分かんない方もいらっしゃると思いますけども、まあこの、特徴的なクレーターもいれば、やっぱりこうちょっと角張ったデススターにね、なくもないですよね。でまあ遠くから撮影した画像を元に作ってるので、当然まあディテールはそんなに、細かくはできてない上に、まあ観測してる時はこう横方向からしか見てないので、いわゆるこの極方向ですね、このまあ向かって上と下方向の形状はちょっとあんまりさらにこう正しくないというか、正確な形はあまり出てないっていうことですね。でも一応こういった大きな眼界とかもちゃんと出てますんで、まあそれなりに形の把握には使えるんだと思います。まあこれ材料が緑なんで、まあちょっと雰囲気出てないんですけれども、まあこれをグレーに塗ったりすればちょっとしたこうインテリアにはいいんじゃないかなと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画などからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。